この時間は北海道コンサドーレ札幌対 AC ミラン、こちらをご覧いただきます。本日のゲームはスタジオオリオンで行われます。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずファーストハーフ見ていきましょう。強豪同士がぶつかる90分、トッププレーヤーの共演を堪能しましょう。今日の試合はサポーターも楽しみにしてたでしょうね、はい、いいゲームに期待したいですよね。シュート、大きく前線へ、ベルゴミ、ここは読んでいました。さあカウンターを仕掛けます。このマッチアップどうなる。ここは守備の対応、今日のゲームはやはりこの人ラファエ、振り抜いた、キーパー止めた、さあこぼれた、おっと、ここはつながりません。イニエスタからエンバペ、エンバペ防いだ、連続ビッグセーブです。先ほども見事なセーブ見せてくれましたけども、今のも素晴らしいセービングでしたよね。ミラン、今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。ふわっとしたボール、メッシに渡ると呼んでいた、これは合いません。シュート、これはクリア、ロベルト・カルロス、前半の14分を過ぎたところです。今日のゲーム両チームまずこの立ち上がりは北澤さんどうご覧になりますか。まあ始まったばかりでまだ点も動いてないですからね。スタミナは全然ありますから、ミスが少ない序盤はお互いじっくりいきたいところですかね。パスでつないで攻め込んでいきます。スルーパスを出す、エンバペからイニエスタ、 AC ミランはここクリアで難を逃れます。ビエラ、ここはバカボーン、フォーデンからエンバペ、メッシからスナイデル、さあエンバペ裏へ届くか。さあ前半ここまでは両チームともに0対0のスコアです。完璧、やばミラン相手に先にゴールを決めました。美しいカウンターからのフィニッシュでした。得意なカウンターが決まりましたよね。やっぱり普段から選手同士でイメージの共有ができてるんでしょうね。見事な展開でしたよね。さあ札幌先制ゴールを決めました。1対0、これで試合が動いたので集中集中になる可能性もありますよね。なるほど、リスタート直後はまた点が入りやすいタイミングなので、ほんまやで、進めたいですよね。はい、組み立てながら攻め上がっていく、上がってきますよ。そこな、右サイドへ振って、ああいい展開ですね。エリクセンが受ける、いいボール入りますよ。これはキーパー、イニエスタ、さあカウンタースピードを上げたいところ、左サイド上がります。ここも固い守りでボールを奪います。かさあエンバペ、32分を過ぎたところです。フォーデン、さあカウンターのチャンスになります。エンバペ、エンバペ、さあエリクセン、フォーデン、これはチャンス、上がる、おいしょー、ディフェンスの対応、なんでなんでボール受けに来ない、お前らプロだろ。ここは競り勝ちます。エンバペ、札幌カウンターを仕掛けていきます。エンバペからのスルーパスカットされます。さあここでカウンター、さあフォーデン、
厳しくチェックします。スルーパスを狙う。いいボールですね。さあフォーデン、フィル・フォーデン、レオン。さあカウンタースピードを上げたいところ。さあ左サイドへ、ここは間合いを取る。ボールはロベルト・カルロス。いい形じゃないですか。中誰か合わせてちょんまげ。シュート、なんで触れんの。シュートストップ見せてくれました。よく止めましたよね。素晴らしいですよね。ファインセーブですよね。危ない場面でしたがキーパーが立ちはだかります。フォーデン、中盤でボールを取られることが多いんですよね。ここでしっかりとボールをキープして組み立てたいですよね。スペースへ、スペースを狙う。ナイス。前半終了のホイッスル。15分間のブレイクに入ります。前半から得点が動いています。さあ北澤さん、この前半を振り返っていただけますか。ミランとしては1点リードされてますけど、確かこれカウンターからの失点だったんですよね。攻撃から守備への切り替えがうまくいかなかったってことですよね。北海道コンサドーレ札幌対 AC ミラン、札幌が1点を先制して後半を迎えます。後半キックオフです。札幌 1-0 リードです。ナンバー20、これは合いません。ジーク、札幌が後半に入る前にハーフタイムでメンバーを変えたようですね。イニエスタ、イニエスタシュートまで行きましたがボールは惜しくも枠の外。奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしてると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯でボールを失わないことが大切ですよね。スペースを使う、ヘディング。叩き込まれた。ここで同点に追いつきます。いい展開ですよね。これで分からなくなりましたよね。頭で流し込んだ、見事な一発。パスも良かったですけどもね、しっかり頭で合わせたいいゴールですよね。今日のゲーム見応えがさらに出てきました。このワールドクラスが揃ったゲームなので、きっとこのままでは終わらないですよね、はい、この後どんなプランで来るのか、お互いの采配にも注目したいですよね。はい、そうですね。インターセプトを狙う、アラウホ。危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。さあ繋がるか、スペースに出す。さあカウンターを仕掛けます。ミランとしては止められちゃいましたけどもね、抜けてくればもうビッグチャンスだったんですけどもね。細かくパスを繋いで攻め込んでいきます。富安、カットに行きます。マラドーン、さあ一気にカウンター。札幌としては後半の入り方は良くなかったですからね。シュート、セーフのセーブ。ナイスキーよ。これはナイスセーブ。キーパーよく、ナイスセーブよ。素晴らしいですね。札幌、なんとか今のシーンしのぎましたね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。ここでじゃあやっぱ433がいいよな。433に戻そう。
これは奪い返します。スルーパスを出す。おー、いい形ですよ。さあミラン、コーナーキックが続いています。 AC ミランは2本目のコーナー。ディフェンス、これを読んでいた。ここは大きくクリア、ピンチを出します。裏のスペースを狙う。裏へのスルーパス。トップで収まればね、シュートまで行けた攻撃でしたけどね。ネイマール、裏を狙う。メッシ、おー、これいいですよ。スルーパス、インターセプト。このボールに触ります。札幌はこの時間帯を迎えましたが、交代枠はまだ残っています。イニエスタ、いや、この辺の攻防は非常に見応えありますよね。サイドへ、さあ上げる、中央へ、来たー、ゴール、コンサドーレ。アーティスティックなクロスが頭に届いた。シュートもクロスも見事でしたよね。タイミング完璧でした。さあ札幌、このアドバンテージをどう生かしてくるんでしょうか。マラドーナからルンメニが出るか、シュート、うん、ここは必死の守備を見せます。いや、素晴らしいですね。読んでましたかね。札幌は今日3本目のコーナーです。 AC ミランは2本。これは直接出てしまいました。何しとんねん。ここは繋がりません。ジーコ、ここでマッチアップ。柔らかいパス。ディフェンス良かったですよね。攻撃も良かったんですけど、うまく止めましたよね。このパスを受ける、チャンス来た、シュート、オンサドール、追加点、完璧。ダメ押しゴールとなるのか。これは見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか。いや、迷いのないカウンターでしたよね。奪ってからの展開も早かったですし、ちょっと相手はついてこれなかった感じですかね。見事でした。さあ札幌、これで2点差、リードを広げます。いや、非常にいい流れですよね。チーム全体に勢いが出てきたんじゃないですかね、はい、非常に大きな1点だと思いますよ。これは合いません。最後までシュー、仕掛けていきます。シュー、シマ奪います。これ仕掛けるか、ビエラ、このボールに触ります。ジーコ、スルーパスを出す。さあ来たか、シュート、いやもうギリギリのクリアって感じですよね。ネイマールからレオン、スペースを狙った、狙える、シュート、トゥ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 、ルンメニ、ビエラ、マラドーナへ、マラドーナ、ロベルト・カルロス、本日アシストを2つ記録しています。マラドーナへ、レオン、ここはつながりません。アディショナルタイムは4分あります。思ったよりありましたね。スルーパスを狙う、ビエラ、カウンターですよ。長いトンネルから抜け出したぞ。今試合終了です。3対1。